面です。気温は11度を示しています。ただいまから予選特選の第11レース、メンバーは1号艇長崎下條雄太郎、2号艇長崎飯山幸三、3号艇広島東純喜、4号艇佐賀上野慎之介、5号艇広島畑和弘、6号艇長崎真庭博史、以上のメンバーです。枠なりの作戦待機となっています。1号艇の下條雄太郎、今日の前半の5レースは4コースから2着となりました。1つ逆転しての2着です。2号艇の飯山幸三が2コース進入です。まずまずの高モーター、そして3号艇の東純喜、前半6レースは陰線から2着、道中トップを走っていましたがキャビってしまいまして2着に交代しました。モーターはいいモーターです。引っ張って4号艇の上野慎之介、今日はオープニングレースで勝っています。逃げ高モーターの12号機、そして5号艇の畑和弘、7レースは3着、6コース6号艇の真庭博史、今日はこの1走進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第11レース、内側4艇揃ってきました。中でもトップスタート1号艇の下條がスタートを進めていった。さあ1周1番か、1号艇の下條逃げていく、4号艇の上野が握って回る、そしてインコース3号艇の東と2号艇の飯山がそれぞれぐるいと旋回し、最内は6号艇の真庭ですが、先頭は押し切った1号艇の下條です。スタートは前提正常でした。スリットを進めた1号艇の下條が1周にマークトップで回っていく。混戦の2番手からは4号艇の上野慎之介握って回っています。くるいと運んだ3号艇の東でしたが、握って回った4号艇の上野が単独の2番手に出ました。3番手は4停止後ろ、3号艇の東純喜。レースは2周目に入っています。2周1マーク1号艇の下條、2番手4号艇の上野、3番手3号艇の東と回ります。上位の体型は1番、4番、3番です。後ろは2号艇の飯山幸三と5号艇の畑和弘が並んで、最後方は6号艇の真庭博史。2周にマーク1号艇の下條、4号艇の上野、3番手3号艇の東とホーム側に移ります。先頭から1番、4番、3番、レースはこれから最終周回です。インからトップスタートを押し切っていった1号艇の下條雄太郎です。コンマ0台前半のスタート切っていきました。そして4号艇の上野慎之介、4コースからまくっていって1周にマークも振り切りました。3番手は3号艇の東純喜、体型143です。この組み合わせ3連単のオッズ143、 13.8 倍を示しています。最終コーナー1号艇、4号艇、3号艇とホーム側に折り返し、第11レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、5番2番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。第11レースの確定は1着1番、2着4番、3着3番、以上でした。ファンの皆様おはようございます。ボートレース唐津は6日間シリーズでお送りしていますモーニングレース、朝から唐津 G3 第20回酒の呪落対抗杯、本日は9レースから4つのレースで準優進出戦が行われますシリーズの4日目です。今日は非常に強い向かい風が朝から吹いています。そんな中行われますが、今日の準優進出戦は1号艇は9レースから順に渡辺慎太郎、
辻栄三、民生高春、上平慎二となっています。どうぞ本日も1レースからたっぷりとお楽しみください。それではオープニング一般競争朝市戦第1レースです。メンバーは1号艇長崎下條雄太郎、2号艇岡山森明光、3号艇大阪平岡重則、4号艇長崎谷川翔太、5号艇福岡江崎和夫、6号艇広島畑和弘、以上のメンバーです。1号艇の下條がイン1コースシリーズ2勝をマークしています。1走を除いてオール2連対。2号艇の森が2コース、3コース3号艇の平岡、引っ張って4号艇谷川、5コースが6号艇の畑、6コース5号艇の江崎です。進入はインコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。第1レース、2号艇と3号艇がへこんだ状態です。1周1マークに向かいます。まずは1号艇の下條がインから回っていく。4号艇の谷川がまくり出して、そして後から3号艇の平岡、5号艇の江崎と差しハンドルです。先頭は1号艇の下條雄太郎。スタートは先手正常でした。逃げて1号艇の下條、まくり出しの4号艇の谷川2番手、3番手はそのインコースに3号艇の平岡。1周2マークは1号艇の下條、2番手4号艇の谷川が回る。引き波に乗った3号艇の平岡の外をまくっていく5号艇の江崎。ここで3番と5番が並走になりました。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、先頭は1号艇の下條、2番手が4号艇の谷川、3番手3号艇の平岡が回りまして、握るは5号艇の江崎。少しだけ3号艇の平岡がリードを取ります。2停止前に出ました。上位の3艇、1番4番3番。2周2マーク、1号艇の下條、4号艇の谷川2番手、そして3番手3号艇の平岡、さらにリードを広げてホーム側に移りました。先頭から143、レースはこれから最終周回。固定進歩が開きました。5号艇の江崎和夫4番手、5番手が6号艇の畑和弘、最後方が2号艇の森明光です。最後のマーク1号艇の下條、インから堂々押し切ってきました。シリーズ3勝目となりそうです。今日はこの後は準優勝戦第10レースに登場します。そして4号艇の谷川翔太、4コースからまくり出しで2番手、3番手争い振り切った3号艇の平岡です。1番4番3番、この組み合わせ3連単のオッズ 11.3 倍を示しています。最終コーナーを1号艇4号艇3号艇と折り返し、第1レースまもなくゴール。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、5番6番ゴールイン、ラスト2番ゴールインです。第1レースの確定は1着1番、2着4番、3着3番、以上でした。今日は一日天気に恵まれまして、競争水面風向きは5レースから追い風です。今は5メーターほどしっかりめで追い風が吹いてきました。そして気温は12度を示しています。ただいまから選抜戦の第11レース、メンバーは1号艇長崎下條雄太郎、2号艇広島別府正樹、3号艇広島下寺秀勝、4号艇福岡那須啓太、5号艇佐賀鴨原健太、6号艇広島井内正太郎、以上のメンバーです。1、2、3、4、5、6枠なりの待機となっています。1号艇の下條雄太郎、
今日の前半は大きな着となってしまいましたが、パワーもありましてしっかりと今節稼いできました。最後もビシッと締めくくって帰りたいところです。2コースが2号艇の別府まさきです。今日の前半は3着。3コース3号艇の下寺秀和、今日の前半は陰線からの接戦、1周にマーク強烈な付け前を放って1着をゲットしました。今節4勝をマークしています。引っ張って4号艇の那須啓太、今日はオープニングの1レース逃げました。逃げて2勝目。そして5コース5号艇の鴨原健太、随所で見せ場を作った66号機、そして6コース今日前半逃げました6号艇の井内、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第11レース、あまり差がないスタートです。ほとんど揃った状態で一周一マークはまず1号艇の下條を逃げていく、3号艇の下寺がまくる、2号艇の別府が刺す、さらに4号艇の那須啓太が差し込んでいく。向こう正面も先頭は1号艇の下條が押し切りました。スタートは先手正常でした。逃げた1号艇の下條雄太郎、そして2番手は4番2番3番が並んでいます。一周にマーク1号艇の下條、そして2番手は4号艇の那須、内側から突進する手をかわして握ってまいりました。後から刺した2号艇の別府です。これは届いてきまして、2番と4番の2番手争い、レースはこれから2周目です。2周1マーク1号艇の下條がトップで回る、2番手2号艇の別府、握るは4号艇の那須啓太です。2号艇の別府まさきが2番手前に出ます。3番手4号艇の那須啓太は大きく後退しました。上位の体型は1番2番4番です。2周2マーク1号艇の下條、2番手2号艇の別府、3番手4号艇の那須とホーム側に移ります。体型は1-2-4、レースはこれから最終周回です。インから押し切ってきました1号艇の下條雄太郎、今節しっかりと活躍を見せて締めくくることになりそうです。白星は4つ目。そして2号艇の別府まさきが2番手2番手争いをさばいてきました。3番手は4号艇の那須啓太です。上位の3艇1-2-4、この組み合わせ3連単のオッズは1番人気の6倍を示しています。4番手以降は6号艇の井内正太郎、5号艇の鴨原健太、最後方3号艇の下寺秀和、最終コーナー1号艇2号艇4号艇と折り返し、第11レースの選抜戦まもなくゴール。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番5番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。第11レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番以上でした。ピットバナル5号艇下寺が覗き気味ではありましたが、コースまでは奪うことなく1-2-3、4-5-6と確定バックアです。5日間のミドルシリーズ2日目の攻防も、残す戦いもこのカードを含めて2つ、そして選抜戦へと移ります。水面上第11レース予選競争大スポ選抜、1号艇下條雄太郎、2号艇甲賀隆一、3号艇蜷川哲平、4号艇高橋直也、5号艇下寺秀勝、6号艇南雄介、以上6名の対戦です。ホーム側、そしてこれからスタート方向に整体は1号艇下條雄太郎です。今日前半は4着と中間着に甘んじましたが、ここは絶好枠インコースからの勝負、2勝目といきたいところ。2コースにはここまでオール2着としている2号艇甲賀隆一、
センター3コースには今日1走目逃げて勝利、3号艇蜷川哲平、角1、4コースは4号艇高橋直也、5コース5号艇下寺秀和、サイアウト6コース6号艇南祐介。スロー3艇1、2、3ダッシュ3艇4、5、6、定番通り3対3のスタイル。第11レース予選競争大相撲選抜、インコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。5、6コースが優勢か。5号艇下寺がトップタイミングも、インから1号艇下城がここは1マーク先前、2号艇交互の差し、マクル3号艇蜷川、内側からは4号艇高橋ですが、先頭わずかに1号艇下城優勢、外から一定審査、3号艇蜷川が2番手、3番手は2号艇交互に、先をかけるのは4号艇高橋、なおスタート正常です。一定審判優勢、1号艇下城優太郎、一周にマークトップカーン、2番手刺してくるのは3号艇蜷川、3番手は内をついた2号艇交互が、ここは2艇審前、上位3艇は1番、3番、2番、内側から6号艇南、外からは4号艇高橋が追走、レースは2周目耐えています。前2選手は1番、3番、1、3体制、3番手センターから2号艇交互、インからは6号艇南、アウトを行く4号艇高橋の攻めですが、両者の攻撃、ここはしのいで2号艇交互が3番手踏ん張るか、内側から来る6号艇南祐介がここは判定審、さあ並走状態に持ち込んで2周にマークです。内から届いた6号艇南に冷静に裁く、2号艇交互留置、ホームに帰りましたが、どうか内側2号艇交互留置、外から6号艇南祐介、伊藤姉妹は2号艇交互、1番、3番、2番、最終周回に入っています。先頭は1号艇下城、2番手は3号艇蜷川、3番手2号艇交互の内をねじ込んでいく6号艇南ですが、ここは2号艇交互が優勢、2艇姉妹リード。上位体系は1番、3番、2番で3トラを通過、4番手は6号艇南、後方は4号艇、5号艇最終コーナーです。先頭は1号艇下城、今シリーズこれが2勝目、2番手は3号艇蜷川、3番手は旋回やや大きくなった2号艇交互ですが優勢、しかし内側から6号艇南の接近、先頭1番下城五輪、2着3番蜷川五輪、3着2番交互、4着で6番南五輪、4番高橋五輪、ラストで5番下寺五輪です。第11レースの着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番以上でございます。第11レースの払い戻し金はご覧の通りです。ボートレース下関の週刊実話杯4日間の短期決戦、初日のメイン競争は第12レースの予選ドリーム戦です。対戦メンバー1号艇下城優太郎、2号艇安田正彦、3号艇岡本慎二、4号艇桑原優、5号艇高橋秀幸、6号艇深井俊久、以上6名です。 1,2,3,4,5,6 の枠なり作戦待機行動。人気1号艇下城優太郎1コース、2コース2号艇安田雅彦、そして地元でのドリーム戦で3号艇岡本慎二3コース、下城の相手として注目、下城と同じ長崎支部は4号艇桑原優、後方下げて4コース角、5コース5号艇高橋秀幸、大外6コース6号艇深井俊久、定番通り3対3。第12レースの予選はドリーム戦、さあ風今ほとんどなくなっているという状況、旗の動きがピタッとありません、旗の動きがない状況で最終第12レースドリーム戦、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしていきました。4号艇桑原がスリット後、さあ伸ばして一気にまくりに行く体勢、4号艇の桑原優です。
そして残しに行く1号艇下城、外に2番、5番、あとは内空いたところ6番候補3番ですが、さあここは4号艇桑原に対して6号艇深井も伸ばしてくるという際どい突破争いも、4号艇桑原を抑えて2番手6号艇深井、3番手1号艇下城、461候補3番2番5番スタートは前提正常でした。4号艇桑原トップ、2番手は6号艇深井、そして3番手1号艇の下城、461上位3艇、4番6番1番レースは2周目です。4号艇桑原4艇進リード、2番手6号艇深井、水替えて単独の3番手に1号艇下城、後方3番2番セリアで最後方5番、4号艇桑原トップで向かいます。2周1マーク、2番手が6号艇深井、3番手は1号艇下城、上位3艇461、4番6番1番です。4号艇桑原優大きなリードトップ、5艇進くらいの差、2番手6号艇深井俊久、さらに水替えて3番手に1号艇下城雄太郎、4号艇進離れて4番手に2号艇安田、あとは後方3番5番、2周2マーク上位3艇461、4番6番1番461、変わりなくレースはこれより最終周回です。ドリーム戦4コースからスリッという精一気にまくった4号艇桑原優、近況乗りに乗ってる男の走りっぷりといった感じでトップで最終1マーク、2番手は6号艇深井俊久、3番手は1号艇下城雄太郎がキープ、2号艇安田の差しですが上位3艇4番6番1番、ただ2艇進くらいじわり2号艇安田が定冠詰めに行きます。直線ちょっと1号艇下城部が悪いかというところですが、なんとか3番手守りに行く、ただ2号艇の安田が先に回る、1号艇下城外をかわすんですが、2号艇安田の方がどうやら優勢か、462に変わった、1着4番桑原五輪、2着6番深井五輪、3着は2番の安田五輪、あとは1番3番5番五輪。第12レース確定をお知らせいたします。1着4番、2着6番、3着2番以上です。第12レースの勝ち船的中番号と払い戻し金をお知らせいたします。2連勝単式462160円、2連勝複式462090円、3連勝単式462890円、3連勝複式246560円、拡大連勝複式46。ボートレース下関の週刊実話杯シリーズ3日目中盤戦は第5レース一般競争進入固定で行われます。対戦メンバー1号艇下城雄太郎、2号艇福本忠治、3号艇篠原俊夫、4号艇明石正幸、5号艇桐田淳二、6号艇山田裕樹、以上6名です。1、2、3、4、5、6、進入固定スタイル3対3の枠なり、さあ断然人気は1号艇下城雄太郎で1コース、今シリーズ2度目のインからの戦いです。ドリームは4着に終わっていますので、このイン戦固定でもありますし、しっかり勝利したい下城、2コースは2号艇福本忠治、3コース3号艇篠原俊夫、4コース4号艇明石正幸下城の相手として注目、地元は5号艇桐田淳二5コース大外1回走り、6号艇山田裕樹6コース、追い風緩やかというスリット付近のコンディションです。第5レース一般競争は進入固定戦スタイル3対3枠なりで、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1コース1号艇4コース4号艇とさ、注目の2人が1周1マークへ向かって一騎打ちムードですが、1号艇下城が逃げるまくり出す、4号艇赤石、さらには5番2番後方6番3番ですが、1号艇の下城逃げています。きっちり旋回力を見せてという形、2艇進リード、2番手は4号艇赤石、3番手争いですが2、5、6とはあまり差がなく追走で最後方離れて3番、
スタートは前提正常でした。1号艇下條トップ、2番手4号艇の明石、3番手は2号艇福本が少し優勢ですが、5号艇桐田の差しも届く勢いで接戦の3番手争い2周目、上位2艇は1番4番、3番手は2号艇福本がかろうじて外から押さえていきます。西一マーク、1号艇下條トップ、2番手4号艇明石、3番手は2号艇福本先に回って5号艇桐田の差しですが、3番手は2号艇福本が前に出ました。1-4-2、2艇審査の4番手に5号艇桐田、5番手6号艇山田、最後方に3号艇の篠原となって2周2マーク、1号艇下條雄太郎トップ2周2マークの旋回、2番手は4号艇明石正幸、3番手は2号艇の福本忠春で 1-4-2、 1番4番2番、レースは最終周回です。1号艇下條、1周1マーク、4号艇明石のまくり差しというそんな攻防もありましたが、きっちり結果的には逃げて最終1マーク、トップ2番手4号艇明石、3番手が2号艇福本、上位3艇1-4-2、最後の向こう上面へと出ております。2連単1-4は 2.3 倍、3連単1-4-2 11.3 倍を示しています。1号艇、4号艇、2号艇の順で最終ターンマーク、1号艇下條雄太郎トップ、2番手4号艇明石正幸、3番手は2号艇福本忠春の 1-4-2 第5レース、1着は1番下條ゴーリン、2着は4番の明石ゴーリン、3着は2番の福本ゴーリン、あとは5番6番ゴーリン、そしてラスト3番ゴーリン。第5レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着4番、3着2番以上です。ボートレース宮島、開催2日目を迎えました第12回の楽天銀行賞、競争水面は前半戦最後のカード第6レースランチタイム特賞です。現在風はスタートラインに対しての追い風、風速は3メートルぐらいとなっています。それでは対戦メンバーです。1号艇は下條雄太郎、2号艇佐野隆人、3号艇戸塚邦吉、4号艇坂口めぐる、5号艇宗行春也、6号艇福島智之、以上の6名です。定番通りの待機行動、インは1号艇下條雄太郎、昨日初日のメインのドリームでアクシデント、ここはその転覆の影響が気になります。下條人気の中心、2コースは2号艇の佐野隆人、今日は1回走り、3コースは3号艇戸塚邦吉です。レース足いいと手応えあり、4コース角は4号艇人気対抗格坂口めぐる、昨日のドリームメンバー、ここはリズム立て直しを狙う一戦、まずはスタートに集中です。5コースは5号艇宮島のフレッシュルーキー宗行春也、6コースからが6号艇福島智之です。枠なり3対3、内から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。1号艇の下條スタート遅れました。2号艇、4号艇、5号艇とわずか覗いてきますが、伸び返す1号艇下條が先前、差しのハンドルは2号艇佐野、間を割ってくる3号艇戸塚は入れず、5号艇は前が塞がってしまいました。さあここは逃げました。先頭は1号艇の下條雄太郎、リードは2艇身で2号艇佐野が2番手、その後ろは残る4艇が横に並んでの3着争い、混戦スタートは正常でした。その3着争いの混戦は6号艇が先行、 V 際は4号艇5号艇、握っていった3号艇でホーム側に帰ってきますが、混戦からわずかに4号艇の坂口と3号艇戸塚が抜け出しています。レースは2周目、
先頭は1号手の下條、2番手は2号手の佐野、これから2周の1マーク、潜り込んでくる5号手ですが、握っていった4号手、5番を回して差し返す3号手でバック側に入り、3番手は4号手の坂口が出てきましたが、直線コース後ろから3号手と塚もやってきます。4番と3番また間隔なくなって並んできました。これから2周の2マーク、僅差の3着争い、まず2号手は2番手旋回、そして4号手が3番を抑え込んで回っていく。ホーム側に移ったところ、3番手キープは4号手坂口めぐる、リード2停止に広げていって、レースはこれから最終周回。上位の体型は1番2番4番です。先頭はイン伸び返して押し切りました。先頭は1号手下條雄太郎、2番手は2号手です佐野隆人、そして3番手の混戦をさばいた4号手の坂口、3番手優勢ですが、また4番手から詰めてきます。3号手の戸塚、4番3番低間隔は現在2停止ぐらいです。先頭は2勝目ゲット、昨日の転覆の影響はどうやらなさそう、下條雄太郎ラストターンマーク、2番手は2号手の佐野、そして4号手に対して握っていった3号手が追いついてきた。さあ土壇場で並んだ4番3番接戦です。先頭は1番ゴーリン、2番ゴーリン、4番3番3番4番接戦でゴーリン、6番ゴーリン、ラストで5番ゴーリン。第6レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番以上でございました。塩です。レースの終盤戦で干潮時刻を迎えます。本日最終日の第12回楽天銀行賞、水面上は前半戦最後のカード、第6レースランチタイムの一般競争です。対戦メンバーは1号艇下條雄太郎、2号艇坂本紀勝、3号艇戸塚邦義、4号艇松竹大輔、5号艇伊藤玲奈、6号艇西岡成美、以上女子レーサー2名を含む6名の対戦です。定番通りに待機行動が進んでいきます。インは1号艇人気の中心下條雄太郎、差し逃げまくりでシリーズは3勝、優出ならなかった悔しさはここを勝って晴らします。2コースは2号艇の坂本紀勝、3コースは3号艇です戸塚邦義、1走目に差して1勝マークです。残る3手引いて角は4号艇松竹大輔、昨日逃げて2勝目を追加しています。5コースは5号艇伊藤玲奈、前半2レースのオール女子の戦いは差し追走の2着をマーク、6コースは6号艇の西岡成美です。風はほとんどありません。穏やかなコースコンディションが続きます。第6レース進入 1コースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インからわずか覗くのは1号艇人気の下條です。一種の1マークに向かっていく逃げる体勢1号艇下條、差しのハンドルは2号艇坂本、間を割ってくる3号艇戸塚及ばず、懐から4号艇の松竹、バック側に入りますが、さあここは逃げています。トップは1号艇下條雄太郎、リードは一定審判ぐらい、2号艇の坂本、2番手優勢も内から4号艇の松竹が並んできます。スタートは正常2マークトップで1号艇、並んだ4号艇が先に回って差し返す2号艇、その後ろから3号艇が旋回、ホーム側に移って2番手は2号艇の坂本紀勝、リードは2停止で3着争いがほぼ並んできました。アウトコース4号艇松竹優勢も内側から3号艇戸塚が完全に並んで、これから2周の1マーク、三着争い3号艇が先に回りますが、差し返していった4号艇の松竹大輔が抜け出して、ここで上位の体型は1番2番4番です。先頭から2番手は5停止に空いています。これから2周の2マーク、トップは1号艇の下條雄太郎、2番手は2号艇坂本紀勝、後ろからやってきた3号艇の戸塚ですが、ここは握ってかわして回ります。4号艇の松竹ホーム側に帰って、体型は1番2番4番、4番手から離れず追走3号艇の戸塚、後ろはさらに水が空いて5番6番です。
3周1マークトップは逃げた1号艇下條雄太郎、2番手は2号艇坂本範勝、そして3号艇が先に回って差し返す4号艇の松竹バック側に入りまして、3番手かろうじてキープしているのは4号艇の松竹大輔で、体型は1番2番4番、このまま1番2番4番で決まりますと3連単のオッズは 19.1 倍、ラストターンマーク先頭は1号艇下條、2番手は2号艇の坂本、そして切り返してきたか4号艇先に回って握っていった3号艇ですが、3番手キープは4号艇体型1-2-4、先頭1番ゴールイン2番ゴールイン4番3番でゴールイン5番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。第6レースの確定は1着1番、2着2番、3着4番以上でございました。ファンの皆様おはようございます。ボートレース唐津、今日は雨の水面となっています。 G1 第66回九州地区選手権、本日は予選最終の4日目、得点率の現在のトップは福岡のエース瓜生正義、ここまで5戦4勝の勢いです。続く2位は古澤光則、小野聖奈、桑原優の3選手が並ぶ状況。地元勢では宮地元樹、上野慎之助が高得点の健闘です。一方、勝負がけとなる主力陣の逆襲は今日の見どころの一つ、どうぞたっぷりとお楽しみください。それではオープニング予選競争第一レースです。メンバーは1号艇長崎下條雄太郎、2号艇佐賀民所高春、3号艇福岡新海渡る、4号艇福岡小野聖奈、5号艇福岡那須啓太、6号艇福岡川上武史、以上のメンバーです。1号艇の下條、2号艇の民所、6号艇の川上、3号艇の新海渡るが並んで、ダッシュ4号艇小野、5号艇の那須、進入体系はインコースから1番2番6番3番4番5番です。スタートしました。第1レース、4号艇5号艇わずかに好スタート。さあ内側に絞っていく4号艇です。1周1マークに向かって4号艇小野聖奈、角を5コースからまくりきるか、5号艇の那須啓太がそれを見てまくり出し展開つこうとしますが、先頭4号艇の小野聖奈、スタートは先手正常でした。角を5コースからまくった4号艇の小野、そしてまくり出しの5号艇の那須です。3番手は3号艇の新海、1周2マーク4号艇の小野がトップで回って続いて3号艇を差し込んで5号艇の那須啓太です。差し切って5号艇の那須啓太が2番手、そして3番手は3号艇の新海渡る。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク4号艇の小野、2番手5号艇の那須、3番手は3号艇の新海渡る、握って回って3番手の位置をキープです。上位の体型は4番、5番、3番、後ろは5艇身、相手2号艇の民所高春、そして6号艇の川上武史、最後方が1号艇の下條雄太郎、2周2マーク4号艇小野、5号艇の那須、3番手が3号艇の新海とホーム側に移ります。先頭から4号3、レースはこれから最終周回です。角5コースからスタート一撃でした4号艇の小野聖奈です。シリーズ2勝目となっていきそうです。今日はこの後は第11レースに登場、そして6コースからまくり出して5号艇の那須啓太、2番手3番手3号艇の新海渡る、体型は4号3です。この組み合わせ3連単のオッズ4号3は 184.2 倍を示しています。最終コーナー4号艇5号艇3号艇と折り返し、第1レースまもなくゴールを迎えます。先頭4番ゴールイン、5番ゴールイン、
3番ゴールイン、6番ゴールイン、2番1番でゴールインです。第1レースの確定は1着4番、2着5番、3着3番以上でした。皆様おはようございます。6日間にわたってボートレースクラスからお送りしてきました G1 第66回九州地区選手権、本日はいよいよ優勝戦の最終日を迎えました。昨日の準優勝戦は最後の12レースは高枠だった瓜生正義が地元の上野慎之助にまくり出しを許しましたが、2マークは容赦ない強烈な差しを決め勝利。結果準優勝戦3個レースは高枠選手が1着で勝ち上がり、優勝戦の内枠を固めました。優勝戦の1号艇の桑原優は大会連覇となるのか、節一パワーで福岡の大エース瓜生正義がその力を見せつけるのか、興味の尽きない優勝戦、そして最終日、どうぞご期待ください。本日のオープニング一般戦第1レースです。1号艇長崎下條優太郎、2号艇福岡武井隆、3号艇佐賀古賀茂樹、4号艇福岡川上武史、5号艇福岡塩田北斗、6号艇福岡大野義明、以上のメンバーです。内から1、2、3、そして4、6、5と構えています。1号艇の下條優太郎、シリーズ初日以来の白星を目指します。2号艇の武井隆史2コース、3号艇の古賀茂樹引っ張って、4号艇の川上武史、5コースが6号艇の大野義明、6コースはシルト2度に跳ねた5号艇の塩田北斗、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました第1レース、外の方がわずかにこうスタートです。さあ1周1マークの攻防はまず1号艇の下條が逃げていく、3号艇の古賀茂樹がまくり出す、2号艇の武井隆がくるいと運んで、あとは6番5番と旋回も、先頭は1号艇の下條優太郎、スタートは先手正常でした。逃げた1号艇の下條優太郎、そして2号艇の武井、アウトは3号艇の古賀茂樹、1周2マーク1号艇の下條、そして3号艇の古賀茂樹はここはつけまい観光決まってきました。単独の2番手に3号艇の古賀茂樹が一気にリードを奪い、そして後方は2号艇アクシデント模様です。なお2号艇の武井隆は転覆失格、2号艇の武井隆は転覆失格となりました。2周目のバック側です。1号艇の下條優太郎、2番手は3号艇の古賀茂樹、そして3番手6号艇の大野義明です。レスキューを避けていきます。2周2マークです。1号艇の下條優太郎、3号艇の古賀茂樹、そして3番手が6号艇の大野義明とホーム側に移ってきました。上位の体型は1番、3番、6番でレースはこれから最終周回です。4番手が5号艇の塩田北斗、そして最後方が4号艇の川上武史です。最後のバックストレッチ、1号艇の下條優太郎、インから押し切ってシリーズ初日以来の白星、これで走り納めということになりそうです。そして3号艇の古賀茂樹、1周にマークまくって2番手を振り切り、3番手が6号艇の大野義明、136、この組み合わせ3連単のオッズ136は 23.2 倍を示しています。最終コーナー1号艇3号艇6号艇と折り返し、第1レースまもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン、ラスト4番ゴールイン。なお2番の武井隆は転覆のため失格となりました。
第1レースの確定は1着1番、2着3番、3着6番以上でした。お客様にお知らせいたします。ただいまからレースコース内の事故艇の栄光作業を行います。大変恐れ入りますが、第2レースのスタート展示までしばらくの間お待ちください。ボートレース下関 G1 協定王決定戦、予選最終日は第8レース。さあ本番も地元5号艇白井英治コース取り動きを見せます。スタート展示同様となるか、1、2、3、5、そして外に4番、6番。1コース1号艇下城雄太郎、1着で 6.00 という勝負がけにもなります下城です。2コース2号艇塩田北斗、こちらは計算上今日連勝で 6.17。 3コース3号艇畑英吾、 6.00 なら2着条件。そして5号艇白井英治、目下3連勝中、無事故完走条件はもちろんのこと、予選トップ通過へ向けてという戦いです。5コース角は4号艇秋元悟、大外6コース6号艇佐久間明、 6.00 なら2着条件。4対2。さあ地元でのこの G1 の記念、予選トップ通過かかる5号艇白井英治、本番も4コーススロー、4対2に分かれて第8レースの予選競争。スリット付近今もあまり風はない状況です。穏やかなコンディションで進入インコースから1番2番3番5番4番6番でスタートしてきました。うちの4艇はいいスタートになっています。1コース1号艇下城も十分先に回る体勢を築く、あとは3号艇の畑が外刺して2番5番後方から4番6番ですが、1号艇下城が逃げていきます。そして2番手は外に2号艇の塩田、3号艇畑、内から接近5号艇白井、後方離れて4番6番。スタートは前提正常でした。1号艇下城トップです。2番手5号艇白井に外から襲いかかる2号艇塩田が一気に前を取ります。そして3番手も3号艇畑が上がったか、5号艇白井は4番手まで後退、1、2、3、そして1停止差の4番手に5号艇白井、後方は5番手4号艇秋元、最後方6号艇佐久間です。1号艇下城トップで向かいます。2番手は2号艇の塩田で、3番手3号艇の畑に対して5号艇白井が直線。さあ定冠を詰めに行くという3番手争いですが、2番手は2号艇塩田、2停止優勢、3番手は捉えたか5号艇の白井、外は3号艇畑です。2周2マーク1号艇下城がトップ、2番手2号艇塩田、3番手3号艇畑が握り込んでというところで、5号艇白井内から応戦。さあ3番手は内、5号艇白井立て直して判定進から優勢の1、2、5、最終周回です。僅差の4番手に3号艇畑、2番手は2号艇翔太が3、4停止に抜け出しています。1号艇下城トップ、2番手2号艇翔太、3番手3号艇畑がまた外を攻めますが、5号艇白井がここはしっかり受け止めて、3番手4停止からリードを取って1、2、5、2連単125.8倍、3連単125.13.4倍を示しております。1号艇の下城雄太郎トップで最終ターンマーク、2番手2号艇塩田北斗、3番手が5号艇の白井英治で1、2、5、上位3艇、1番2番5番第8レースは間もなくゴールです。1着は1番の下城ゴールイン、2着には塩田ゴールイン、3着5番白井ゴールイン、あとは3番4番ラスト6番ゴールイン。第8レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着5番以上です。
収まったかと思いきやまた雨が降り出しました。ただ勢いは強くなく細かい雨です。気温は10度。今日は1レースから水面は非常に穏やかです。シリーズ5日目の戦い、前半ラストの第6レースを迎えています。対戦メンバー、1号艇下條裕太郎、2号艇西山貴弘、3号艇今垣幸太郎、4号艇末永由楽、5号艇松田裕樹、6号艇柳瀬浩二、以上6名の対戦です。1,2,3,4,5,6 と並んでいます。1号艇は下條裕太郎、準優勝戦へはあと一歩時点でした。さあ、昨日逃げを決めている下條、ここも勝利となるでしょうか。イン1コースです。2コース2号艇の西山貴弘、そして本番でも角に持ち出します3号艇の今垣幸太郎です。4コース4号艇の末永由楽、5コース5号艇松田裕樹、6コース6号艇の柳瀬浩二で、2対4の枠なり進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びでスタートしました。インから1号艇の下條がトップスタートを放ちました。2号艇が少しへこんで、3号艇4号艇が出ていきます。1号艇の下條が逃げて、2号艇の西山が刺す、その外を4号艇の末永が回って、刺しは5号艇の松田逃げています。先頭は1号艇です、下條裕太郎。スタートは前提正常でした。2番手は4号艇の末永で、3番手が5号艇の松田。まずは1号艇の下條です。先に回る5号艇の松田裕樹、刺して入った4号艇の末永由楽、2番手が並んできました。4号艇の末永を捉えて、さあ逆に一定心出ました、5号艇の松田裕樹。先頭はリードを取った1号艇下條裕太郎が、まずは2周1幕、2番手ターンが5号艇の松田裕樹、4号艇の末永由楽は水をあけられました。2番手リードを奪ったのは5号艇の松田裕樹です。4号艇の末永由楽が3番手で、上位体系は1番、5番、4番です。2周の2幕、先頭でターンする1号艇の下條裕太郎、2番手は5号艇松田裕樹、3番手は4号艇末永由楽、体系は1番、5番、4番です。その後方に2号艇西山貴弘、6号艇柳瀬浩二、3号艇の今垣幸太郎と追走です。先頭はインからスタートを決めて押し切っていきました。1号艇人気に応える下條裕太郎、追走が5号艇の松田裕樹で、3番手4号艇の末永由楽、体型は1番、5番、4番です。154154の3連単オッズは 42.2 倍となっています。昨日に続く勝利へと向かっています。1号艇の下條、2番手5号艇の松田、3番手4号艇の末永で、第6レースまもなくゴール。先頭1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第6レースの確定は1着1番、2着5番、3着4番、以上でした。